この動画は、過去に当チャンネルでアップした該当ジャンル動画の総集編になります。常連の方、新しい動画だと思った方ごめんなさい。どうぞご了承の上お楽しみいただければ、幸いです。不良たちの当選簿。俺が中学までいた田舎には、漫画の中でしか出てこないような不良が未だに生息しててね。ボンタン、タンラン、エナメルベルト、突っ張り上等、リーゼント、超薄い学生カバンと、身を固めるアイテムも一世代前。しかしなんというか、どこか憎めない連中だったんだ。地域密着型というか、地元の人も。おうガキども、たこ焼き作りすぎたから食っていけ。おう、ゴチになるぜおっさん。みたいな感じで交流してるというか、ちゃんと筋の通ってる連中だったんだよ。だから高校生になって田舎を離れ、街にいる不良連中を見た時に、なんて野蛮なんだって思ったぐらいだし。ある日、そんな不良グループが、通学路の小道に集まって当選簿している。うんこ座りしてる連中が、その道を通ろうとしている下級生とかにガンを飛ばして遠回りさせていた。その中にクラスメイトがいたんで、この先で喧嘩でもしてるの?と尋ねると、首を横に振られた。A さん。かっこ上級生で、不良グループのリーダーやってる人。が、ここ誰も通すなって。危ねえからって。なんか A さんが BG さん。うちの中学で教頭もしている住職。呼んでるってよ。そういうクラスメイトや不良たちは少しビビってる感じ。確かにこの小道では、ここ最近小さな事故が頻発していた。子供が側溝に落ちて頭を怪我したり。そうこうしてると、BG さんを連れた A さんがやってきた。リーゼントの不良と坊さん姿の年寄りの組み合わせはなんとも奇妙だった。その二人だけで小道に入ると、BG さんの、なるほどなぁ。という声が聞こえ、続けて読経が始まった。かなりの時間が過ぎて、二人が小道から出てくると、A さんが、もういいぞ。と不良グループを解散させる。BG さんも A さんに、わざわざすまんかったな。と、声をかけて帰っていった。それから不思議と、その小道で事故は起きなくなったが、BG さんが豆に足を運んで読経しお供え物をあげていた。10年経って、その時のクラスメイトに話を聞いたんだけど、A さん高校受験に失敗して、BG さんの寺で世話になった後、県外にある同門の寺へ修行しに行ったらしい。クラスメイトは、あの A さんがなぁ、なんて言っていたが、坊さん姿の A さんを想像すると、俺はなんとなく、不思議としっくりくるような気がした。映ってたんです。千葉県の某ダムに行った時の話。このダムは、ガキの頃に親父に連れられてバス釣りを覚えたダムだ。嫁と娘を連れてボートで湖面を進み、いつもの立ち木のポイントで早速ヒット。かなりでかいぞ。その時、ぼっちょん。胸のポケットに入れていた iPhone が湖に落ちた。げっ、と思いつつもバスを無事取り込んだ。58センチの自己ベスト。しかし電話兼カメラの iPhone は湖の底。記念の写真が撮れない。ちなみにその時嫁の携帯も使えず。だが、こんなこともあろうかと、非常用に富士カラー映るんですを持ってきている俺に資格なし。その日は映るんですで写真を撮った。んで、帰りに自宅近くのカメラ屋で現像頼んで、翌日の仕事帰りに写真を受け取りに行くと、おかしい。何枚か写真が抜けてる ?58 センチを持ってる写真と、笑い顔の娘の写真が、ない。一番欲しい写真が抜けてることに憤りを感じた俺だが、どうも店の判断で、申し訳ないがその写真は渡しかねる、ということのようだ。とりあえず自宅のスキャナーでフィルムを読み込んでみた。写真がない理由がなんとなくわかった。スキャナーで取り込んだ画像にはちゃんと俺の写真があった。58センチのバスを片手に意気揚々、
得意満面の俺。そして俺の背後から長い手が俺の首を絞めている。全身サブイボが総立ち。さらに娘の写真には、同様に謎の手が脇をくすぐっているような。そういえばあの時の娘は最初ぐずっていたが突然笑い出したんだった。その理由がこれか。そしてもう一枚、立ち木を背景にした嫁の写真。立ち木の枝に身長30センチくらいの女が。すげえ、これが心霊写真ってやつか。アナログカメラ万歳。この写真をどうするか考えたが、とりあえず近くのお寺でお祓いをしてもらうことに。しかし、寺の住職は、それはうちよりも神社でやってもらった方がいいなぁ、とのこと。それで住職に紹介してもらってこれまた近くの神社へ。しかし神主さん曰く、ああ、こりゃ心配ない。現地でいたずらされて殺されることはあっても、この写真が災いをもたらすことはないから。一応お祓いしとこうか。5000円かかるけど。万年金欠家族のうちらは、丁重にお断りして神社を後にした。ふと気になることがあり、実家に寄ってから帰ることに。そして実家から預かった大量のネガフィルムを吟味して、例のダムで親父と釣りに行った時の写真をスキャナーにかけてみた。するとあるあるは、例のダムで写したネガフィルムには必ず1点から3点くらいの心霊写真が。それも必ず例の立ち木ポイント付近のやつばかり。身長30センチくらいの白いワンピース風の女が、腕をニョキーと伸ばして、俺の首を絞めてたり親父の肩を持ってたり。恐ろしい。私は恐ろしい。しかし冷静になって考えてみれば、俺も親父もこれまで大きな事故も大きな病気もせずに元気に過ごしてきた。それどころか親父は昔競馬で何度も万馬券を的中させ、勢いで車を2回も買い替えたことすらある。もしかしたら、ダムの女は悪霊や自爆霊や妖怪などではなく、幸福を呼び込む湖の精霊だったのかもしれない。嫁にそのことを話すと、アホか。と、一蹴されたが、ところで競馬って難しいの？次の釣りはいつ行く？と、目が輝いていた。消えた自転車。小学4年の頃、夏休みの話。自宅近くの公園で友達と遊んでいたら、なぜか怪談合戦に。その話の流れで、心霊屋敷へ行ってみようということになった。そこは当時噂になっていた激アツスポットだった。まあ実際は、工事現場によくあるようなしょぼいプレハブ小屋だったらしいが、なんせ小学生だから話に際限なく尾ひれがつき、その時点ではもはや呪怨ハウス張りの要注意物件と化していた。この話を持ちかけてきた A によると、そこまでは自転車で1時間ほどかかるとのこと。とりあえず一旦おのおの家に帰り、装備を整えて集合することになった。ビビリの俺も、さすがに探検隊気分、ワクワクしながら自宅に戻る。リュックにお菓子やら懐中電灯やら木刀やら詰め込んで、さあ行くぞと外へ出たんだが、自転車が、ない。ついさっき玄関脇に止めてちゃんと鍵も閉めたはずなのに、これがもう、どんなに探しても、ない。母に言ったところ、また鍵閉め忘れたか、と、大説教。過去すでに2回自転車を盗まれていた俺の弁解など聞いてくれない。結局、心霊屋敷探検は俺だけお流れに。で、夕方、自室で宿題やっていた、やらされていた俺のところに、母が血相変えて入ってきた。お前の友達3人がダンプに惹かれて渋滞だ。とのこと。まさか、心霊屋敷の幽霊の仕業か？その晩、俺は不謹慎ながら友人の心配より霊障が恐ろしく、眠れない夜を過ごしたんだが、後で話聞いてみると、事故ったのはその屋敷に行く途中。しかも、横断歩道の度にチキンレースみたいなこと繰り返した挙句、
最終的にみんなして赤信号で飛び出して引かれたらしい。完全に自業自得。重体と聞いていたが3人とも意外に軽症で、結局後遺症もなく一月ほどで完全回復した。自転車が盗まれたことに関しては、母の、ご先祖様が守ってくれたんだね。という一言で納得したんだが、問題はここから。同年の冬の朝、学校行こうと玄関のドア開けて外に出た途端、頭に凄まじい衝撃を食らい気絶。親や警察によると、盗まれたはずの俺の自転車が、真上から落ちてきたのだそうだ。俺がぶつかった場所の真上と言ったら、2階建ての自宅の屋根の上。屋根の上を調べたそうだが、誰かが入った形跡はなし。結局迷宮入り。このせいで首の骨をやった俺は、半年ほど入院する羽目になった。霊障だとすれば、行かなかった俺が一番ひどい目に遭うのが納得いかないし、ご先祖様ならひどすぎる。今考えてもちっとも意味がわからない出来事だった。ヒモロギ嵐。年末年始に里帰りして昔話に花を咲かしてたら、面白い出来事を思い出したので投下する。僕が小学5年生の頃、九州の方から K というやつが転校してきた。当初は妙な方言を使っているという理由でいじめられていたが、小学生だけあってすぐに打ち解けた。僕と Y と D と K は特に仲良くなって、毎日のように一緒に遊んでいた。そんなある日、近所の寂れた神社で暇を持て余していたら、K が、ヒモロギ嵐をしないか?と提案してきた。ヒモロギ嵐と言われても当時小学生だった僕らは、ヒモロギという言葉の意味すら知らなかったのだから、当然チンプンカンプン。それはどんな遊びだ?と、K に尋ねたところ、神様を探す遊びだ。とのこと。後で分かったのだけど、K 自身も詳しく理解していなかったらしい。とにかくやってみようということになって、K にやり方を教えられた。手順は簡単で、神社の境内でどんぐりを集めて、そのどんぐりを神様のいそうな場所に土を持って立てる、というものだった。早速僕らは境内を探し回って、それぞれの場所にどんぐりを設置した。僕は霊感とかそういうものには疎いので、深く考えず木の根元に設置。Y は、神様なら社にいるだろ、と、社に設置。K は鳥居の足付近に設置。D は腰を掛けるのにちょうど良さそうなサイズの苔むした岩の上に設置していた。その岩があまりに厳かだったから、なんとなくみんな D が正解のような気がしたらしく。D、いい場所見つけたな、いいな。とか言ってた。それで、この後どうするんだ、と K に聞くと。明日までこのままにしておく。と言い出したので、みんなしらけてかくれんぼして帰った。次の日、僕はどんぐりのこともすっかり忘れていたので、早々に帰宅しようとしていたら、D に捕まって、神社に集合することになった。一番期待度が高かったのに結果を見ず忘れ去られるのが、D にとっては不満だったらしい。放課後、神社に4人集まってから一つ一つを確認していった。僕と Y と K のどんぐりは何事もなくそのままの姿で残っていたが、D のどんぐりだけは、土が崩れて倒れていた。K 曰く、どんぐりが倒れていたら正解だ。とのことで、D は大喜びで、ほら見ろ、俺の勝ちだ。と、誇らしげだった。すると、K が何やら神妙な顔をして、倒れたのを見たの、初めてだ。今まではこんなことなかった。どうしよう。と、ブツブツ言い出した。不安そうな K を見て、D も先ほどとは一転して、もしかして、俺何かまずいことしたか?と、おろおろ。K が、実はこれ、前の学校で危ないからするなって先生に言われてたんだ。と言うと、Y が、D が正解したからって嫉妬してるんだろ。とおちょくっていた。
僕はどうでもよかったというか、その日はドラゴンボールの放送日だったので早く帰りたかった。なんとなく気まずい空気の中、その日はみんな何事もなく帰宅した。次の日学校へ行くと、D の姿がない。朝礼が終わった後に、先生から D は病気で休みだと告げられたので、昨日のことを思い出して不安になった僕らは、D の家へ見舞いに行くことにした。出迎えてくれた D の母親が、予想以上に悲痛そうな顔をしていたので、これはただごとじゃないと分かった僕は急に罪悪感に駆られて、丁寧にもてなしてくれる D の母親の顔を直視できなかった。言われるがままに2階の D の部屋へ案内され、そこで見たのは、お尻を倍ほどの大きさに腫れ上がらせた D の姿だった。腫れの熱で意識が朦朧としてるのか、D は僕らの存在に目もくれず、うんうんうめいていた。母親が言うには、今朝起きた時にはすでにこんな状態だったらしい。どうすることもできず、僕らは D の家を後にした。帰り際に K が、俺のせいだ。D はたたられたんだ。と、泣きそうな顔していた。その後、K が父親に訳を話したようで、父親はしこたま K を叱りつけ、D の母親に謝りに行き、神主を呼んでお祓いをすると、すぐに D の晴れは解放に向かい、一週間後には学校に来れるようになっていた。後で K の父親から事情を聞いた D が教えてくれたのだが、ヒモロギ嵐は、K の前の学校で誰ともなく始めた遊びらしく、霊的な意味合いより、設置したものを踏んで怪我人が出たので禁止されたらしい。どんぐりに特別な意味はなくて、境内にあるとんがったものなら何でもよかったそうだ。K のお尻の腫れも、たたりだったのかどうか、未だにわからない。という思い出話で盛り上がってるうちに、その神社に初詣に行こうということになった。D は、さすがにもう神様も許してくれてるだろ。と、古傷を忘れたように軽快だったが、石段で足を滑らせて、思いっきり尻もちついてました。靴絞り。大学の友達の家でのこと。何度も遊びに行ってて気にもしていなかったんだが、そいつの家ではある不思議なことがあった。玄関に上がる際に靴を揃えない、という決まりと、俺がそいつの家のトイレに入ると、便器の底から泡が出てくること。泡は、でかいのが一発の時もあれば小さいのが連続の時もあった。靴を揃えない決まりというのも、俺がそいつの家に初めて行った時に、あ、一応靴は揃えないでおいて。と言われたから勝手に俺がそう思ってただけなんだが、ある時、間違って靴を揃えてしまったらしい時があるんだが、玄関から靴が消えていて、その友達が、あ、靴揃えた？ごめんごめん、ちょっと待ってて。と言って、2階から靴を持ってきたことがあった。そいつの部屋1階だし、そいつが上に持って行ったわけじゃないと思うんだ。可能性があるとしたらそいつの母親なんだが、いい人だしなんとなく聞けなかった。普段屈託なく笑うそいつも若干苦笑いしてて不思議に思ってたんだが、何かがあるわけでもなかったので、暇だったので次の日もそいつの家に行った。普段通りゲームなんかをして遊んでて、なんとなく尿意を催してトイレに行ったら、いつもより出てくる泡の量が多かった。最初泡が出てきた時から、排水口に空気でも溜まっててそれがトイレに入った振動で出てきてんだろうと俺は思っていた。その時のもたまたま量が多いだけなんだと思ってた。それからなんとなくだけど、そいつが靴を揃えないようにと俺に促すことが多くなってきた。玄関に入る前と靴を脱ぐ前、という風に、俺ができるだけ間違えないようにしているような感じがした。親が宗教関係の人なのかなと少し怖くなってずっと気をつけていたんだが、大学2年生になってからのある日、また靴を無意識に揃えてしまっていたらしく、玄関から靴が消えていた。俺がやべえと思っていた矢先、友達も、マジか、K
どうすっかな。ちょっと待ってて。と言って2階から靴を取ってきた。その時の俺の靴は、両方とも絞った雑巾と同じくらいねじれてた。俺の靴は合成の革で作られた割と丈夫な靴だったので、機械で絞るくらいしないとそうはならない。靴がおかしなことになったことに関して、俺はショックより恐怖のがでかくて、正直油汗が半端じゃなかった。焦ってる俺に友達は、マジごめん。弁償するから。ちょっと外で話そう。と言った。そいつのことも少し怖かったが、家から一刻も早く離れたかった俺は、そいつの言う通りに移動して、近所の公園で飲み物飲みながら話を聞いた。信じてもらえるかわからないけど、あれやったのはうちの親じゃないんだよ。という話だった。あれは、なる人とならない人がいて、今のところ家族はなっておらず、今は独立してる兄の知り合いを含めると今までに5、6人が同じようなことになったらしい。初めて靴の雑巾絞りが起きたのは小学生の友達を家に呼んだ時で、その時はその子の親がいじめだと思って怒鳴り込んできたらしい。でも、両親とも何のことかわからず、その時はとりあえず弁償して事なきを得た。被害に遭った奴はことごとく家に来なくなっているとのこと。何度もお祓いの人を呼んでいるらしいが、特に何もないと言われ、本当に原因はわからないとのことだった。ちなみに、消えた靴は大抵ベランダに置いてあるとも言った。靴絞り事件以降、それで仲が悪くなったわけではないのだが、友達の家に行くことはなくなり遊ぶときは決まって外でだった。被害に遭った他の友達同様、俺もそいつの家に入ることはもうないと思っていたんだが、冬にそいつとスケボーをしていた時、土砂降りの雨が降ってきて、真冬にパンツの中まで濡れてしまった。俺もそいつも寒すぎて体調的にヤバくなりそうだったので、意を決してそいつの家に行った。もちろん靴のことは忘れていなかったので、外でスケボー用シューズを脱いで入った。暖を取り、落ち着いてきたあたりでトイレに行きたくなった。友達に伝えてトイレに入ると、便器がこれでもかというくらい泡立ってて、泡の弾ける音と一緒に、おやんや、おやんや、と、声みたいなのも聞こえた。雑巾の記憶が強すぎて、泡のことなど忘れていた俺はビビりすぎて漏らしそうになって、勝手にそいつの家の風呂場で用を足した。風呂場から戻るときはトイレの前を通るんだが、そのときにはトイレの声は収まってた。謝ることも込みでその話をそいつにした。しかし、信じてはくれるんだが、どうやらトイレの泡のことは知らなかったらしい。そいつも怖くなったのか、トイレ行けないと言い出した。しかもいつの間にか雨が大雪に変わっていて、電車もバスも止まって帰れなくなった。失礼な話だが、正直そいつの家にいるのが嫌すぎて、歩いて帰ろうかなとも考えたが、マジで無理だと気づきやめた。そいつの家の車、と考えたところで、帰れないので会社に泊まる、と、そいつの両親から連絡が来た。で、結局泊まり決定。泣きそうだった俺を心配して友達が、食塩でも盛り塩ってできんのかな、と言い出し、リビングから瓶詰めの塩を持ってきて醤油用の小皿に盛り始めた。完成した中途半端な盛り塩は、玄関、トイレ、そいつの部屋の入り口に2つずつ、計6つ置かれた。置き方はスマホで調べた。気休めだったが俺はなんとなく安心して、バカな俺は夕方くらいに寝入った。で、夜中に起きた。寝ぼけてる暇もなく俺は恐怖で目が冴え、すぐ横で寝ている友達を起こした。友達は寝たばかりのようで眠そうだったが、俺のことを思い出したのかすぐ起きた。なんかあった？と言われ、俺が否定すると安心したのか、よかったと言ってくれた。ほんといいやつだと思う。で、そいつは、でかい方してくる。と言ってそのままトイレに行ったんだが、数秒後、
ダッシュで戻ってきて扉を思いっきり閉めた。俺は走ってきた音と扉が開いた瞬間心臓が止まりそうになったが、ギリギリ耐えた。話を聞くと、外で叫んでる奴がいるらしいとのこと。俺たちは夕方寝た時からつけっぱなしだったテレビを消し、耳を澄ますと。やあやあ、あ、やあいだー。やあやあ、あ、やあいだー。もう一度心臓が止まりかけた。俺はそいつの声を聞いたことがあった。トイレの中から聞こえた声のイントネーションに限りなく近かった。怖いこと続きで我慢できなくなった俺は、泣いて友達に死にたくない助けてとわめいた。友達も、マジかよ、と泣きそうだった。その時は一生出れないんじゃないかと思った。で、俺も友達も気づいたら朝だった。どうやら寝たらしい、というか恐怖で気絶したんじゃないかと思ってる。その時には声もやみ、雪もそこそこ溶けていた。そいつの母親が帰ってきた少し後に、スンスン泣きながらお邪魔しましたと言ってついに家を出た。友達は、これから遊ぶ時はお前ん家の近くにしよう、と、若干泣きそうだった。玄関を出たところで雪に埋もれたであろう俺の靴を探したが、見つからない。想像上の声の主の影が脳裏をかすめて、おかんが走った。多分夜に外で叫んでたあいつは、また俺の靴に何かしたのだろうと思った。友達は慌ててベランダに走ったが、ないよ、と言った。見つからないのも怖いので少しあたりを探し、やっとのこと見つけ出した。それは、雪と一緒に子供用ボールくらいの大きさに固められていた。俺の硬いスケボー用シューズは、雑巾絞りの時よりも強い力で丸く固められていた。怖すぎる。もはやシューズとも呼べないその塊は、後でお祓いに行くつもりだから、その時に持って行ってみようと思う。ということだったので、やむなく預けることにした。俺の家まではそいつの母親が運転する車で送ってもらった。途中何度か吐きそうだったがなんとか耐えた。礼を言って別れ、すぐに自分の部屋のベッドに横たわると、ずっと寝ていたはずなのにすぐに睡魔が襲ってきた。夜に起きて、昼夜逆転かなとか思ってたら、そいつから電話がかかってきた。ああ、もう落ち着いた？何にもない？と言われ、大丈夫だよと返したら、そっか、ならよかった。あ。と、途中で言葉を飲んだ。それからしばらく経って、そいつとうちの近くで遊んでいる時にその時の話になった。怖かったなぁ、なんて話をするくらい俺が回復したのを見てか、そいつが言った。今更になって言うんだけど。というか、すぐには言えなくて黙ってたんだけど。あの時、靴ボールが雪みたいな氷みたいな何かで固まってたじゃん？あれ？森塩に使った塩の塊だった。靴ボールは雪の塊じゃなくて、凝縮されすぎて岩塩みたくなってた塩だったんだと。俺の話は以上。前述のお祓いに関しては、やっぱりこれまで通り何もわからなかったらしいわ。これまでお祓いに呼んだりした人たちが雑魚なのか、そもそも霊とかじゃないのかもわからん。そいつの地元は二度と行かないつもりだし、そいつはそろそろ家を出るらしい。勝ち越し。去年、祖父が団地の階段から落ちて亡くなった。みんな泣く暇もないくらい慌てて通夜やお葬式の手配をしつつ、祖父の友達に連絡をした。祖父は囲碁が生きがいみたいな人で囲碁仲間がたくさんいたため、私は碁会所に電話をかけた。すると、電話を取った人は笑いながら、嘘だ。だって〇〇さん、今そこでバツバツさんと打ってるよ。と言って信じてもらえない。とにかく、本当なんですと説明して一度電話を切った。その後、
夜とお葬式には多くの囲碁仲間の方々が来てくださった。みんな口を揃えて、〇〇さんは確かに御開所に来た。という。そんなはずないのにと囲碁仲間の人たちと話していると、電話の時にソフト打っていたというバツバツさんが話に加わってきて、そういえば〇〇さん、妙なこと言ってた。俺が途中で降参するのはいつものことだけど、その時に、最後まで俺の勝ち越しだ。って、まだ勝ち越しと決まったわけじゃねえ、って言い返して、一旦トイレ行って、戻ったら〇〇さん、どこにもいなくなってた。と、語った。亡くなった日、祖父はバツバツさんと打つ約束をしていて、それで御開所に出かける途中で階段から落ちたらしい。囲碁を打っていれば食事も忘れるような人だったから、死んでまで対局の約束を果たしに行ったんだろうな。お嫁さん。大学時代の友人に、やたら金運のいい奴がいた。もともと地方の資産家の家の出身だったのだが、お金に好かれる人間というのはこういう人のことを言うのかと思った。宝くじやギャンブルは大抵当たるし、学生ながらに株をやっていてかなり儲けていて、とにかく使うそばからお金が入ってくるという感じだった。とはいえ、本人は至って真面目な人間で、そういったお金の稼ぎ方に頼らずに、地道にアルバイトも頑張るやつだった。その友人から先日、婚約者がまた亡くなったと連絡があった。また、という言葉通り、彼の婚約者が亡くなるのはこれで3度目だった。大学卒業後、地元に帰り家業を継いだ彼は、事業面では目覚ましい活躍を見せていたが、女性との縁には恵まれていなかった。名家と言える彼の家には、縁談はそれなりに来るのだが、話がまとまるとこうして相手が死んでしまうのだ。三度目となると、うちに入ろうと言ってくれる女性はもういなくなってしまうだろうな。電話の向こうで彼は声に悲しみの色をにじませてはいたが、それほど落ち込んではいないようだった。私は学生時代、酒を飲みながら聞いた彼の話を思い出していた。その話は、彼の子供の頃の話だった。小学校に上がる前の年、家の中で一人遊んでいた彼は、部屋の隅に見知らぬ少女が立っているのに気がついたのだという。お客様の子かなと幼心に彼は思い、一緒に遊ぼうと誘ってみたところ、少女はこくりとうなずいてくれた。その日一日、彼はその女の子と楽しく遊んで過ごしたが、日が沈むと、少女が、私をあんたのお嫁さんにしてくれる？と、問いかけてきた。お嫁さん？うん。私のこと、嫌い？私はあんたのこと、好き？僕も好きだよ。じゃあお嫁さんにして。そうしたら、私はあんたに一生苦労させないから。そんな会話だったらしい。彼自身うろ覚えだと言っていた。少女は嬉しそうに笑って、部屋の外に走り出て行ってしまった。その夜、家族にその話をすると、誰もお客など来ていないということだった。そして次の日から、彼の家の事業は業績がうなぎ登りとなり、彼自身にも金運がつくようになったのだという。俺の嫁さんは、あの時から決まっていたんだよな。別の人と結婚しようとしたら、怒るのは当たり前ってことか。嫉妬深い座敷わらしみたいなものなのかなというと、どうやら彼のお嫁さんは風俗に行くくらいなら許してくれるようで、そこは救いだと笑っていた。家の跡継ぎについては、妹夫婦に期待するということである。時をかける自転車。今から3年前に、友人からマウンテンバイクをもらった。それは2004年バージョンのモデルのやつだった。俺のミスで、自宅に戻った時チェーンをするのを忘れてしまい、朝起きると盗まれてしまってた。警察には届けを出したけど、
防犯登録のシールは剥がされてしまうので多分戻ってこないだろう、と言われて諦めていた。それがほんの一週間前に警察から、見つかったとの電話があった。ただ、見つかった場所が場所なので、現場まで確認しに来てくれないかと言われたところに向かってみると、そこは自宅から約20キロほど離れた新興住宅街で、道路の下、つまり地中から見つかったのだった。その住宅街に新たに都市ガスの配管をするために道路を掘っていると、自転車が出てきたそうだ。工事の人たちが言うには、新興住宅街などを作るとき、悪徳業者が地中に不法投棄をしていったり、一般の人でも掘り返したところにゴミを不法投棄することがあるそうで、俺の自転車も不法投棄されたものと思ったらしい。でも洗ってみるとかなり状態が良く、防犯登録のシールも貼られてあったので、これは盗まれたものが放置されたんだろうと思い、警察に連絡してくれたそうな。そして実際に自転車を確認したところ、確かに俺の自転車だった。でも警察の人が、君が盗難届を出したのは、2005年の4月だよね。自転車はいつ盗まれたの?と聞いてきた。2005年の4月ですよ。と答えると、ここの住宅街の工事は2000年に完了しててね。今掘っているこの区画は、2008年以降初めて掘る場所なんだよ。そうすると、君の自転車がここにあるとは考えられないんだ。と、言われた。しばらく言っている意味がわからなくて、何度か聞き返して意味がわかった。2000年にアスファルトが敷かれた道路で、2008年まで掘り返されなかったところに、2005年に盗まれた自転車があるはずないのだ。じゃあ俺のじゃないのか?と思ったが、そもそもこの自転車は前述の通り2004年モデルだから、2000年に存在するはずがない。それを伝えると、その場にいたみんな、気味悪がってしまった。結局、俺も怖くなって引き取りに困っていたら、工事の人が、先輩で処分しておいてやるよ。と言ってくれて、お願いした。最後に工事の人が、人骨を掘り当てたことはあるが、こんなケースは初めてだ。と、言っていたのが印象的だった。お見通し。先月、メニエール病で入院した時のことなんだけど、海外しく面倒を見てくれた彼女のことを、ちょっと怖いと感じてしまった話。その日朝起きると、めまいと吐き気で体を起こせなかった。周りがぐるぐる回ってて頭も痛くて、俺は脳の病気かと思ったんだけど、彼女は俺の額のあたりに手をかざしただけで。三半規管だね。脳じゃないから大丈夫。落ち着いて。と言って、俺は救急車で運ばれた。自分ではもう死ぬんだと思ってたけど、彼女が言った通り三半規管の病気で、2、3日の入院が必要だと言われたわけだが、救急車に乗る時点で、彼女はすでに入院の準備もしてくれていて、5日分の着替えを持たせてくれた。前述の通り、当初入院は2、3日のはずだったのだが、後日本当に入院が5日間に伸びた時はゾッとした。その日、彼女は消灯時間までいてくれて帰ったけど、病室を見回して、夜もいてあげたいけど無理だから、できるだけ毎日来るね。と言って帰って行った。その夜はひどくうなされたし、金縛りにもあった。次の日の朝、食欲はあったけど目が回るから体を起こせなくて、配膳されても一切手をつけられずに朝食が下げられていった。すると、検温と回診が終わった頃に彼女が来て、まるで食べられなかったことが分かっていたかのように、寝たままで食べられるようにおにぎりや俺の好きなものをお弁当にしてきてくれた。で、彼女その日の昼は用事があるから一緒にいられないとのことで、昼食分のおにぎりも作ってきてくれていたのだが、結局行かなくても良くなったとのことで、昼は横になったままで病院食を食べさせてもらった。点滴の効果でうとうとしてきて、
目を閉じると、ナイトテーブルにラップに包んだおにぎりが3個置いてあるのが見えた。ここからは多分夢の話。俺が眠っている横で、彼女は昼に使ったスプーンや箸を洗いに行ったり、紙瓶の処理をしたり、一通りのことをしてから、椅子にかけて本を読んでいた。すると、ナイトテーブルの引き出しから、血だらけの青白い手が出てきた。彼女がその手を読んでいた本で叩くと、血だらけの手は一旦引き出しに引っ込み、血がなくなった綺麗な状態で再び出現。すると彼女は黙ってうなずいて、青白い手に一番右側のふりかけのおにぎりを渡し、おにぎりを持った手はスルスルと引き出しに引っ込んでいった。目が覚めて、おかしい夢だったなと彼女を見ると、ベッドにもたれて居眠りをしていた。おにぎりは、一番右のふりかけのがなくなっていた。ちなみに彼女は、決まった時間以外は絶対に完食をしない。その日の夜、彼女が帰った後、なんとなく嫌な感じがして眠れないでいると、隣のベッドの患者がカーテン越しに話しかけてきた。鬱陶しいと思ったけど、相手は年寄りで、昼間も誰も見舞いに来てなかったから寂しいんだろうと思って小声で相手をしていた。孫がこの春で小学校を卒業することとか、近所の野良猫に餌をやっていたけど、自分が入院してしまったから心配だとか、そんな話。最後に、ジジイは妙なことを言った。あんたの連れ合いは、あれは良くない。居心地が悪いから、もう出ていかなくてはならない。失礼なジジイだと思って、それ以降は無視した。翌朝もおにぎりを作ってきてくれた彼女に、隣はどんな奴か尋ねた。こっちは病気のせいで頭を振るのも覚悟がいるからね。すると彼女が言う。ここは4人部屋だけど、隣は入院した時からパッと見は空いてるよ。パッと見は。でももう、何もいない。と。ちなみにその晩から、金縛りも嫌な感じで眠れないこともなくなり、無事退院。そんな彼女、普段から、見えている、すべてわかっている、的なことがいろいろあった。地震の5分前くらいに、揺れるよ。ってメールしてきたり、身内や知り合いが亡くなる少し前には必ずわかっていたように香典袋を用意してるんだ。頼れる彼女だけど、一緒にいるには怖すぎるよ。地味を通れ。どの世代にも共通することだと思うんだけど、ガキってオカルティックなこと大好きだよな。なんでだろう。俺にも軽い肝試しやらまじないまがいのことやら、休み時間の度にやってたアホな時期があったんだが、その頃に起こった、俺的に本コアな話。当時俺はすごい目立ちたがり屋で、バカやっては笑い取ろうとしたり、劇とかやらされるたびに主役狙ったり、とにかくテンションが高かった。そんな小学3年生。女子の間でオカルトが流行り始めた頃、友人引き連れてベートーベンの絵とか、女子トイレとか見に行ったのは覚えてるんだが、いつからか俺は、霊感がある、と、自称するようになってた。きっかけは覚えてない。ただ単に目立ちたかっただけだと思う。朝礼中に、教頭の後ろに白い女が立ってる、とか言って楽しんでた。そんな折、かねてより噂になってた幽霊団地に数人で行くことになった。結構な大人数で計画してたんだが、実際に行けるやつは結局5、6人。確か、女子に3人、男子3人。人数曖昧ですまん。女子は普段から中心になって騒いでた子たちで、男子は俺と、俺みたいなアホもう一人と、あとなんで誘ったのかも覚えてない地味なやつ。仮にアホを、地味落とする。そこはちゃんと人は住んでたんだけど、コンクリートにはツタが張ってて柵とかも錆びてるし、まさに出ますって雰囲気だった。でも、出るって話だけで、具体的にどこがヤバいとかは聞いてなかったんだよな。ガキだったから、珍しいことしてるってだけで興奮してたんだと思う。よって計画性ゼロ。とりあえず、
入って階段でも登ってみようってなった。階段といっても、普段住んでる人が使う団地の中心にあるやつじゃなくて、橋についてた非常用の鉄筋作りのやつ。住人に見つかったらやばいと子供心にも思ったのか。何階建てだったかは覚えてないが、真ん中あたりまで来たあたりで。カン、カン、カンって、鉄の手すり叩くような音が聞こえてきた。俺は別に怖いともなんとも思わなかったんだけど、誰も音に突っ込まないから、踊り場に来たところでリズムに乗って、ポリンキー、ポリンキーって踊り始めた。周りは多分、いつものバカって感じだったんだろうけど、ジミオだけは反応が違った。何やってんの？踊ってんだよ。何も起こらねえし、つまんないよな。音、聞こえてる？だから踊ってるんじゃん。そういう会話してたら、他の奴らが。音？何？みたいにざわついた。そしたら女子が盛り上がり始めて、俺質問攻め。え、俺くん何か聞こえるの？見える？え？え？見えてるんでしょ？何？教えてよ。え？ええー？その間もずっと、カン、カン、カンって音は聞こえてた。俺も最初は、誰か手すり叩いてるじゃん、とかのんきに言ってたのが、マジで聞こえてないらしいってのと、女子の教えての熱狂ぶりに押されてさすがにビビり始めた。そこでいきなりアホーが、あーって絶叫した。そしてものすごい勢いで階段降りていったもんだから、その場にいた全員一瞬硬直して、同じく叫びながら駆け降りていった。一度落ち着いたところでその日は解散。でも帰るのも怖くて、ジミオと一緒にうろうろしてた。アホーは走りすぎてどこかへ行った。正直、ジミオはすごい無口だったもんで、話題も続かず楽しくなかった。だけど帰り際に、聞こえてたんだよな？って聞いたら、大丈夫だよ。って返してくれたのがすげえ安心できて嬉しかったのを覚えてる。それからいきなり仲良くなったわけではないが、何か秘密を共有、みたいな感じで仲間意識が芽生えた。学校でもジミオとはちょくちょく話すようになり、そこからは腐れ縁。ジミオは中学あたりからいきなりモテ出して、今ではあいつの方が数倍リア充です。まあ、これで終わればよかったんだけど。後日、一緒に行った女子とアホが、変な音が聞こえるんだけど、なんて言い始めたのには参った。しかも、俺が霊感あると思われてるから、助けてよ、とかすがられるし、当の俺は、親にべったりくっついて寝てたりというビビりよう。相手が強いから、とりあえず拝んでおくけど効果あるかはわからない、と、適当なことを言って交わしていた。これ以上関わりたくなかった、というのが本音。そしてある日、移動教室で階段を登ってるとき、アホが、鳴ってる、鳴ってる、と俺のとこにやってきた。そして俺にも、確かに階段で、カン、カン、カンと鳴ってるのが聞こえてしまった。間違いない、あの時の音だ。俺はクラスメイトが集まってる中で、急いでジミオの姿を探した。ジミオは集団の後ろの方で、無表情でぼーっと立っていた。なんか俺には仏の顔に見えた。もうパニックになり、また階段を駆け降りようとするアホー、そこにジミオが寄ってきて、落ち着いた声で言った。俺くんが除霊するから大丈夫。先行ってて。え？俺が除霊すんの？アホーとその他クラスメイトが去って俺とジミオだけになってもなお、シーンとした踊り場であの音だけがずっと響いていた。すでにガクブルな俺にとって、やたら冷静なジミオだけが支えだった。どうすんの？俺、霊感とかないんだけど。いつジミオに嘘をばらしたのかは覚えてないが、ジミオはとっくにわかってたみたいだった。俺はジミオにしがみつきじっと上を睨んでいたが、音だけで姿はちらりとも見えなかった。上、言ってみんの？俺無理なんだけど。ジミオはさらりと言った。
何言ってんの？あれ、下にいるよ。え？俺くん、リコーダー貸して。ジミオは俺の手からリコーダーを取り自分の荷物を俺に押し付けると。と、規制を上げた。リコーダーで手すりをめちゃくちゃに叩きながら階段を駆け下りていった。もう何にビビっていいのかわからなくなって、俺は唖然としてそこに突っ立っていた。ジミオの立てる音が聞こえなくなった時、例の音も消えていた。ジミオが戻ってこなかったから、恐る恐る踊り場から下を見ると、ニヤニヤしながらこちらを見上げるジミオがいた。そしてそのままニヤニヤしながらまたこっちに上がってきて、リコーダーを手渡された。もう大丈夫だよ。よくわからなかったが、ジミオが何かすごいことをしたのはわかった。ジミオは俺の手から教科書と自分のリコーダーを取り、行こう。と言った。というか、自分のリコーダーあるなら自分の使えよ。それ以降、俺たちの周りで霊の音が聞こえることはなくなった。それから何年もの月日が過ぎ、今も相変わらず俺とジミオの付き合いは続いてる。成長に伴いドキュン化してしまった俺の尻拭いを何度かジミオに頼んだこともある。まあ、俺は本当に霊感ないし、この板で見るような恐ろしい体験ではないんだが。ガキの頃からよく。俺くん、ジミオと友達なの？なんて女子に聞かれることはあったが、ジミオがモテ始めるにつれ、そのニュアンスが着実に変化していったのが、なんか虚しい。聖者の灯籠。小学生の頃、よくマルセ村という山奥にある村に遊びに行ってました。毎年夏になると、写真好きの父に連れられ村を訪ね、村外れにある川で泳ぐのを楽しみにしていました。私が小学4年生の夏、いつものように父にくっついてマルセ村の川に泳ぎに行きました。父は川から少し離れたところで珍しい花を見つけ、シャッターチャンスを伺っていました。その日は夏にしては風が強く、なかなか思うような写真が撮れないでいたのです。気温も上がらなかったため、川で泳いでいた私はすっかり冷えてしまい、早々と車の中で服に着替えてしまいました。父は相変わらず難しい顔をしてレンズを覗いています。退屈だった私は川上の方へ向かって河原を歩き出しました。セミの声とチャラチャラと流れる川の音以外何も聞こえません。どれだけ歩いたでしょう。振り返るとさっきまでいた場所がもう見えません。少し不安になり、そろそろ戻ろうかと考え始めました。その時、ゴロゴロという音とともに空に暗雲が流れ込んできたのです。ぽつりぽつりと雫が落ちたかと思うと、すぐに大粒の雨が降ってきました。慌てて近くにあった木の茂る場所へ避難しました。早く止まないかなと不安になっていると、ふと背後でちょろちょろと水が流れる音がします。振り返ると、少し茂みへ入ったところに小川が流れていました。そこに何やら輝くものが流れていたんです。興味をそそられた私は近くに行って見てみました。それは小さな灯籠のようなものでした。ゆっくりと川下へ流れていきます。どこから来てるのだろう。またも興味をそそられて、今度は小川の川上へと歩みを進めました。しかし、木が生い茂ってる上、雨雲のせいで空は真っ暗。足元もよく見えず何度も転びそうになりました。10分ほど歩いた時、前方で人のざわめきが聞こえてきました。軽く息を弾ませながら近寄ってみると、村の人たちが傘を差し、手に先ほどの灯籠を持って集まっていました。その中の一人が私に気づき、手招きをしたので行ってみると、傘と小さな灯籠を私に手渡し、一緒に祭りに参加しようというのです。そういえばお囃子の音が聞こえます。見ると、丸宮神社と書かれた石の鳥居があり、境内には出店が出ています。子供たちが楽しげに狐の面をかぶってはしゃいでました。なんだか私も楽しくなってきて、その人たちの輪に加わることにしました。と言っても、
先ほど手渡された灯籠を川に流すだけですが、他の人と同じように灯籠を水面に置きました。しかし、私の灯籠だけが少し流れた後にひっくり返ったのです。炎はジューとかすかな音を立てて消えてしまいました。その瞬間、あれだけ賑やかだった周りのざわめきがなくなってしまったのです。うるさいテレビを消した時のような、そんな急な静寂でした。びっくりして見渡すと、さっきまではしゃいでいた子供も、世間話をしていた老人も、楽しげに笑っていた夫婦も、みんな寂しげな顔をして私を見ているのです。近くにいた老婆が無言で私の手を取り、二人でその場を後にしました。手を引かれるままに私は歩き続けました。どこまで行くのかな、そう思って顔を上げたとき、目の前には私が泳いでいたあの川があったのです。どうやら、ジグザグに歩いてるうちに戻ってきたようです。ふっと気がつくと、私の手を引いていた老婆の姿はありませんでした。さすがに怖くなってしまい、河原を走って逃げるようにその場から去りました。そんなに行かないうちに父の車が見えてきました。車のそばでは父が私を探しています。お父さん。私の声を聞き、ほっとしたように父が手を振りました。と、思ったら、ぎょっとした顔で指を差し尋ねるのです。その手に持ってるのは？それは先ほど祭りの村人に手渡された傘だったのですが、すでに傘としての役目を果たせないほどにボロボロに破れ、骨が見えていたのです。父に今まであった出来事を伝えると、首をひねりながらこう言いました。雨なんて一度も降らなかったぞ。それに、そのあたりで祭りなんてないと思う。あそこは随分時が生い茂っていて、そんな人が大勢集まれるような場所はないと思うけどな。そんなはずはないと、私は必死で抗議します。仕方ないなという感じで車を走らせる父は、そのままとあるお家に連れて行ってくれました。そこは父がマルセ村を訪れた際、よく世間話をしたりお茶をご馳走になったりして親しくさせてもらっている方のお家とのことでした。父も気になったようで、せっかくだからそこのお家の方に聞いてみようというのです。出迎えてくれた中年の女性は、私たちを客間に通し麦茶を出してくれました。父が祭りのことを聞くと、女性は母とつぶやき話してくれました。やっぱり珍しいことはあるもんですね。お盆近くになるとね、亡くなった方の霊が、丸宮神社に集まってお祭りをするという話があるんです。幽霊なのに神社っていうのも変な話ですけどね。小学生の頃、私の友達のちいちゃんという子も、その祭りに迷い込んだって言うんですよ。そこで灯籠を手渡されて、川に流したら沈んでしまったと。沈むということは、その人がまだ生きてるという印なんですよ。それで、仲間だと思ってた周りの幽霊たちががっかりしちゃうんですって。聞けば聞くほど、そのちいちゃんの体験は私と同じでした。迷い込む前に雨が降り出したこと、小川をたどって神社に着いたこと、村人に手を引かれて戻ってきたこと。小川はないけど、私のひいひいおじいさんの代くらいまでは、確かに丸宮神社はあそこにあったらしいのよ。でももともと小さな神社だったし、周りはあの通り生い茂ってるでしょ。そのうち誰も参拝しなくなったんですって。今もあるのかはわからないけど。私はやっと背筋に冷たいものを感じ始めました。あそこで賑やかに祭りに参加していた人たちは、みんなこの世のものではなかったんです。私の手を引き、こちらの世界まで誘ってくれたあの老婆もまた。その時、チリリン、と、風鈴が涼しげな音を奏でました。ぼんやりと風鈴のある隣の部屋に目を向け、思わず叫びました。そこにはお仏壇があり、遺影には私の手を引いてくれた老婆にそっくりのおばあちゃんが。あれ？トメさん亡くなったんですか？父も驚いて仏壇に目をやっていました。ええ、もう半年以上前です。88歳だから、
天寿を全うしたんでしょう。線香をあげる父の隣に座り、私は家を眺めました。似てると思ったけど、少し違うような気もする。でも、はっきり顔を見たわけじゃないし断定はできない。あやふやでした。それどころか祭りの記憶もなんだかおぼろげで、必死で思い出そうとしても、記憶の画面にもやがかかってしまうよう。ただ、あのお囃子の音だけはしっかりと耳に残っていました。あれから何年も経ちました。あの一件があって以来、私がマルセ村に行ったのは2回だけです。なんとか神社を見つけようと思ったんですけど、正確な位置を覚えてませんでした。当時私が聞いた限りですが、村の人も、詳しく知ってる人はいませんでした。もう一度行きたいと思ってるのですが、残念ながら今となってはマルセ村はダムの底。あののどかだった村の風景は、もう父の写真の中だけのものになってしまいました。